吉田さん、今回はですね問題解決の極意ということでお話しましょうか問題解決の極意はその問題が発生した瞬間最小の時に最短距離最短時間で処理することなんですよだから一番小さい時ですよねよくこういう方がいらっしゃいますいや借金が積もり積もって500万になっちゃいましたどうしましょうなんですよでもいきなり500万をポーンとできる人っていないんですよまずは最初の借金は10万ぐらいから始まるんですよね で10万が20万になり20万が30万になりえそしてあ50万超えたないやでもなかなか減らないなどうしようかなって言ってるうちに100万になるんですよで100万という一つのリミットを超えた時に本当にやばいと思うんですけどもそれでもね人になかなかお話ししないんですよでいつの間にか増えちゃったお金がわ300万超えたよ400万超えたよで500万超えたんでわこれもうダメだ自分ではどうにもできないから相談しようってなるんですよ、ね、そうすると 相談を持ち帰られた方も、10万の借金の相談なのか、500万の借金の相談なのか、なんでこんなに大きくなるまでほっといたんですかってことになっちゃいますよね。だから、500万の借金ができる前に、500万の借金の大元である、最初の10万円、もっと言ったら1万円の借金ができた時に、やばいと思って、1万円の借金ができた時の対処法を身につけておけば、1万になるたびにゼロになり、 一万になるためにゼロなりってことを繰り返すんで、借金は増えないってことになるんですよ。ね。今私はですね、3000万以上の借金を返すすべが手に入りましたんで、多分、借金をするにしても、3000万まではフリーハンドで、ヘイじゃらんへいじゃらんでするでしょうね。でも、3000万の借金を跳ね返すことができない人が、100万の借金でもするべきはないと思います。で、ゴミ屋敷の話がありましたけども、どんなゴミ屋敷であろうとも、最初に出たゴミは、たったの一つ、たったの一袋だと思うんですよ。 その一番小さな時に処理してしまえば終わりなんですよ。でもね一つのゴミをほっておいて二つ目のゴミを出して二つ目のゴミをほっておいて三つ目のゴミを出してっていううちに気が付いたら部屋中にゴミがあってもうこれは一日では片付かないよねってことになって今度の週末とか今度業者さん頼もうかって話になっちゃうんですよ。ね、そうすると今度の週末や業者さんを頼むようなもうアクションができる前に次の部屋も同じようになってますよね。 そうすると今度は業者さんにも頼みにくくなって、いつの間にか家中がゴミだらけになっているってことになります。これをことね、反対側でやってみましょうか。私はね、よくね、月収100万とかって言いますけども、わかる多くの方が月収100万って言いますよね。一発で月収100万稼ぎに行こうと思うから無理が来るんですよ。まず最初は月収1000円。これを安定させることから始めたらどうかなと思うんですよ。月収1000円ね。これ無理ですかね。じゃあ高校生がアルバイトして、 月収1000円稼げませんかねせめて高校生が夏休みにアルバイトするその稼ぎ、ね、例えば7万とか8万とか高校生も夏休みにバイトすればそのぐらいいくでしょ10万突破する子もいると思いますよそういうところから始めてみたらいいんじゃないかなと思うんですよ、ね、サラリーマンで副業で月収100万作りたいよとかね自分でも起業して自分の会社でね自分の収入100万ぐらいちょっと欲しいなと思う方最初の1000円とか2000円とか そういった小さな金額を安定させる頃から始めてみたらそんなに無理なくいくんじゃないかなと思うんですよまあ塵も積もれば山となると言いますけどもどんな1億10億どんな大金でも最初に1円を積み上げるからこそできるんですよまあお金がないというドラマが昔ありましたけどもそこでね氷室社長っていうユニバーサルインシュランスの大きな会社の社長は足元に落ちてる100円ですら拾ってきて自分のオフィスのこう壺の中にね チャリチャリチャリって入れてるの楽しんでるんですよ。その積み重ねが1億、10億、100億ってお金を作るんだと思いますよね。じゃあ問題は小さなうちに解決すること。そして稼ぐときは小さなお金もちゃんと確実にゲットすること。1円10円をまたぐことなく月収100万を目指してもらいたいと思います。それでは行ってらっしゃい。